白黒防御。はい、本日はですね、キャブセッティングですね。一応マフラーもオイルクーラーも皆つけた状態で、キャブのセッティングを、していきます。街乗りとね、あと、まあ、高速状態、まあ、人も、まあ、まあ、高速じゃないところで、制限速度内で、まあ、通って、やっていこうと思います。ではね、ちょっとね、もうあの多分高速状態の時はカメラ回す動画撮る余裕はないと思うので、まあ今エアスクリュー触りながらね、低速状態、今あの緩慢なあの速度ね、50キロ制限の道で、まあ安全速度40キロで、今45キロぐらいで、セッティング撮るんですけど、ニードルジェットの、ニードルのあのクリップの位置ね、それは結構あの下目の方がいいですね、要は濃いめね。で、エアスクリューなんかは、まあ1時間開け方がいいんじゃないかなっていう感じがしますね。下は濃いめの方がトルクが出てね、いいです。で、プラグの夜景を今1回だけ見たんですけど、やっぱまあちょっと黒目っていうのはあるけど、まあ、被ってても飛ばし合うことはないんで、このままねテストを続けていこうかと思います。信号待ちですけどね、よいしょ。アイドリングも安定してますね、ストンと落ちることないですね。アイドリングスクリューはもう一緒に合わせてね、あの調整しとるんですけど、まああのあんまりねアイドリング落とすとストンと落ちてしまうんで、本当にこういう止まった時にクラッチを、今ねやっぱねクラッチがね、今クラッチの調整だいぶしとるんですけど、遊びこれぐらいある状態で、ね、やっぱり少しすん引きずっとるような感じなんですね。完全にやっぱこう切れてくれないで、あんまりこうこっちのここの調整で切れる方向に引きすぎると今度キック蹴った時に滑るんですよね。だからまあなんかギャップとか越えて後ろのリアタイヤに思わぬアトラクションがこうグッと加わった時に滑ってもまあいけるので、まあ今まあそのクラッチ今切って普通に切ってスタートしましたけど、急いで止まらんのんで、まあ、これぐらいがゲットではないかなと思いますね。でシフトのフィーリングをこれわざと薄いね靴履いて、重くなったらクラッチ切れてないってことなんで、それを分かりやすくね、今テストしているところです。低速はねほぼほぼ低中速かな、ほぼほぼ決まったんかな。今エアスクリュー40分か30分かどっちかで悩むんですけど、それでやっぱりねニードルのクリップの位置は一番下の濃いめのとこね、そこで結構ちょうどいいですね。今8番の NGK のプラグつけとんで、まあ、それもあるかもわからんです。結構その冷え型なんで、上はこれで調子いいけど下は結構もうちょっと変わったセッティングになるんかなとか思ったりとか、上はね本当に調子いい。今メインジェット85番かな、純正の PC に今純正ついてくるやつで回しょんですけど、上は調子いいです。あとプラグの焼けですね、見てから、判断です。前回、3速全開で、まあ、一番上まで回ったところだと思われるところでクラッチを切って瞬時に、急スイッチを、切った結果、こういう焼けですね。純正のね85番の、メインジェットで、ニードルの、クリップの位置ねは一番下、それからエアスクリューは30分とちょっと今40分ぐらいかな開けてます。トルクはね一番欲しかったんで、下のトルクね、それが低速、そういうちょっと変わったセッティングにしたんですけど、上の方はねまあ
私の中ではね、これいい感じだと思います。きつね色言いますけどね、いやちょっとまあ白いくらいがね、ちょうどいいんじゃないかなって私は思いますね。まあメインジェット上げてもまあ問題はないでしょうけど、私の乗り方的にそんな上ガンガン回すわけじゃないんで、これぐらいでね、メインジェットが、聞き出した最初のあの月ね、これぐらいも多分いいと思うんで、乗っていきたいと思います。使用しているプラグはね CR8HIX ですね。イリジウムプラグになります。 NGK さんの熱感は8番なんで、純正よりはだいぶあのヒゲ型の方に振ってますね。これはい、くっそやべえ、雨降ってきた。もうキャブこれなんなのに最悪。早よ帰るべえ。